お世話になります。一人でございます。今回ミュウツーがレイドバトルで出現するということで情報を共有させていただきたいと思います。このミュウツーは捕まえれませんが、3月2日まですごく短い期間ですが戦うことができます。まずは不思議な贈り物から、やってない人はワイルドニュースを受け取りましょう。まあこれは自動設定にしてる人はやらなくて大丈夫です。このニュースを受け取ります。このニュースを受け取ったらできるようになるかと思います。場所はいつもの期間限定レイドと同様に、おそらくねどこでも多分出てくると思います。で今回はミュウツーと戦うんですが、結構強いのでほぼ確実にインターネットに繋いで募集したり自分が参加したりしてやるのがおすすめでございます。ですのでインターネットをオンにしといた方がいいと思います。プラスボタンを押してインターネットをオンにしましょう。今回普通に募集する感じでやっていきたいと思います。場所はどこでも大丈夫ですので適当に行きましょうか。まずはここに入れて願いの塊に放り込んでいく。はいはい、出てくるかな。出てきてない。レポートに記録します。はい、ここも違う。こっちでやってみましょうね。願いの塊投げて、あー違う違う違う、こっちでやってみましょう。全然出ない。出ないね。いや、出てこないね。全然出てこないっすね。あー出てこねー。うー出てこないっすね。いや来ねー。いや来ねー。来いよ、絶対来いよ。いや違うか。でもここで裏技使ってやっていきましょう。みんなで挑戦やって、はいはい、ホームボタン押してこれでやっちゃいましょう。もう設定で本体から日付と時刻、これ1日変えてってこれでやっちゃいましょう。もう来ましたね、来ました来ました来ました。これ多分おそらくですけど、あの期間限定の巨大マックスポケモンっているじゃないですか。今の多分オーロンゲとかストリンダーとかかな。ストリンダーとかそういう期間限定ものが出てきたところで裏技をやれば多分そこでミュウツーとか出てきやすいんじゃないかなと私は勝手に思っております。で今回は味方募集するとやっぱり敵が強いためか割とすぐに集まります。ですのでみんなで挑戦をするのがおすすめです。っていうかやらないと多分勝てないです。でも私はこのレイドでほぼ初めて野良の人を集めましたね。まあとりあえずまあみんなで挑戦やっていきたいと思います。まあこのポケモンは捕まえられませんがよろしいですかと出てる通り、やはり捕まえられないんでね、そこはねご注意ください。でおすすめポケモンはネクロズマ、ルナアーラ、ニャイキング、このあたりがねなかなか強いらしいです。私はオーロンゲがおすすめですけどね。で最悪ザシアンとかでもまあそれでも結構きついですけど、まあいいんじゃないかなと思います。まあでオーロンゲとか被ったらネクロズマとかいたら別のやつに変えた方がいいと思います。私はオーロンゲで、ネクロズマとかは持ってないんでね、行きたいと思います。まあ、とりあえず最初は電磁波撒いていきます。なぜかというと、もうすでに何回か対戦してるんですけど、おそらくミュウツーは特殊技だけの時と物理技だけの時の2パターンあるので、技を見てから対応すれば無駄な壁張らなくて済むんで、最初電磁波がね私はいいんじゃないかなと思っております。まあここはね他の技でももちろん挑発とかでもいいですよ。積み技相手やってくるので挑発とかでも OK です。あ、これ物理技ですね。炎のパンチやってきたので相手物理型ということで、ここはリフレクターをやる必要があるということですね。はい、一旦回りましたんでここで、リフレクター貼っていきたいと思います。ただ問題なのが物理型の時は瓦割りやってくるんですよね。ですのでその時はどうにもならないんで、まあドンマイですね。まあ何回か貼るしかないですね。まあというかそこまでね厳密にやらないでもね割と勝てますんで、まあ多分大丈夫だと思いますね。まあちなみに電磁波とかってバリアの時効かないので最初にやるっていう意味はありますね。オッケー、ミュウツー体しびれて動けない、ラッキー。こういうラッキー、お連続しびれて動けない、ラッキー。めっちゃラッキーですね。これは超絶ラッキー。まあこういうこともあるんで私は電磁波がいいかなと思いますね。で時間が余ったらイカ様かなっていう感じですかね。私もやって、お、ナイスナイス、また動けない。これは地味にいいぞ。岩なでれきついんすよね。全体攻撃でかつひるみやすいですから、これほんときついんですけど、まあどうにもならないんでここは運としか言いようがないですね。ナイス、大フォローありがとう。うー強え、もう勝てそうですね。今回は普通に勝っちゃいそうですね。まあでもこれやっぱ運もあってどうしても勝てない時はやっぱ勝てないですね。ひるみが多かったりとかビルドアップめっちゃ積んでくるとか、その時によって結構違いますから。岩なだれやってくる、オッケー、当たらない。こういうこともありますからね、結構当たらないこと。うー倒れた、お前大丈夫か。全然大丈夫、ナイス。イカ様いけ、わしが倒したぜイカ様でいいとこ持ってったねでこいつやはり捕まえれないんで、グッバイしていくわけですね。まあこんな感じで、でちなみにこのアイテムがめっちゃいいっていう感じですね。経験飴 M2 個、L20 個、 XL10 個。まあこれ効率いいかはちょっとどうかわかんないですけど、で銀の王冠とかも手に入って、ダイマックス飴も手に入る、ポイントアップも1個手に入る、水星のかけらとかもね、なかなかいいんじゃないかなと思います。 OK ということで今回ミュウツー倒させていただきましたけど、結局伝説強え。